こちらアメリカのキーンランド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポール・アルデル、好スタートを切りました。ソーラシュア、この馬も好スタートを切りました。ミッキー・シャンデリア、前に行きそうです。ソーラシュア、それに続いています。さらには、ポール・アルデル、5番、ハーバー・シークレット、その後ろ、トロピカル・ダイヤ、どうやら後ろからになりそうです。この辺りで、1、2コーナーの中間点を通過、前に戻りましょう。ポール・アルデル、先手を取りました。すぐ後ろに、ソーラシュア、オレンジの帽子、ミッキー・シャンデリア、その後ろ、内からはハーバー・シークレット、これに続いて、キャロット・ナイト、白の帽子、シスター・イージー、その後ろマックスジーン、すぐ後ろカワチシェル、後ろからアラビアサンダース、すぐ後ろその外にメモリーズオブシルバー。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。シルバープリテンダー、2番手のポール・アルデル、先頭を捉える勢いです。ソーラシュア3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。シルバープリテンダー先頭、差はほとんどありません。2番手はポール・アルデル、残り 200m、 先頭はポール・アルデル、カワチシェル先頭です。このまま押し切るか、カワチシェル、かわす、やはり強い、カワチシェル、先頭はカワチシェル、1着でゴールイン、カワチシェル1着、2着にはどうやらメモリーズオブシルバー、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。カワチシェル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのアケダクト競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。どの馬が先頭に立つでしょうか。マルタズウッドマン、前に行きそうです。シリウスバトラー、それに続いています。さらにはウェディングスパーク、7番トロピカルビグラス、その後ろエルムハースト、後ろからになりそうです。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはマルタズウッドマン、並んで9番ウェディングスパーク、好位置をキープしています。カワチシュール、すぐ後ろにベンチマーク、並んで13番シリウスバトラー、すぐ後ろにリッジファント、その隣にブランドストリート。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。ウェディングスパーク、2番手はカワチシュール、絶好の手応えです。マルタズウッドマン、3番手カワチシュール、いい位置です。先頭を捉えにかかります。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はカワチシュール、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのはカワチシュール、カワチシュール、やはり強い、カワチシュール、カワチシュール、カワチシュール、1着、2着にはどうやらイルーシブクオリティ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。カワチシュール、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
先週の桜花賞に続き、今週はボバのクラシック第1弾皐月賞。最も速い馬が勝つと言われるこのレース、中山の 2000m を制するのは果たしてどの馬でしょうか。さあ、最後は大外枠のハワイアントーク、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。公開ランド、これはいいスタートを切りました。エアデイ、この馬も好スタートを切りました。メルシーラガー、前に行きそうです。東海ランド、それに続いています。さらにはエアデイ、6番サニーブライアン、その後ろシルキーエイトワール、どうやら後方からの競馬。もう一度先頭から見ていきましょう。東海ランド先手を取りました。並んで4番メルシーラガー、すぐ後ろにサニーブライアン、その隣にラウンドクロケット、その横にセイントビリーズ。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。1番人気のメジロブライト、現在馬群の中ほどにつけています。サニーブライアン、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはメルシーラガー、すぐ後ろにサニーブライアン。 1000m を通過、少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から見てみましょう。メルシーラガー先手を取りました。さあ先頭はまだ4番メルシーラガー、ここで先頭が入れ替わりました。プリンスグランプリ、メルシーラガー2番手に控えました。メジロブライト、いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。後続集団も追い上げにかかります。4コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭はサニーブライアン、あと 200m、 一気に後続が襲いかかってきた。先頭はサニーブライアン、サニーブライアン先頭、2番手はメジロブライト、先頭はサニーブライアン、1着でゴール、サニーブライアン1着、2着はメジロブライト、見事に勝ちました。サニーブライアン、メジロブライト2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。